どうも、うぷ主です。旅行は3日目に突入。今日はベネチアの離島巡りをするぜ。それでは、ゆっくりしていってね。おはようございます。旅行3日目がスタートしました。昨日はベネチアを堪能したので、今日は離島を回ってみます。ベネチアには離島がたくさんあって、それぞれ味のある島が多いぜ。今回は4つの島を巡ります。回った順に、まず、ブラーノ島。カラフルな街並みと、レース織りが有名だぜ。次にトルチェッロ島。ベネチア始まりの島でもあり、緑豊かなところだぜ。この二つの島は、ベネチア本島から、1時間くらいかかります。続いて、ムラーノ島。ベネチアンガラスが有名だぜ。最後に、サンジュルジュ島。一つの島が丸々境界になってるぜ。昨日、何度か見てる島だぜ。以上、本日も盛りだくさんとなっています。本日は朝から青空。超期待できるぜ。とりあえず、リド島の水上バス乗り場へやってきました。ブラーノ島に行くには、何通りかあります。今回は乗り換えの一番少ない、歩かなくて済むルートを紹介するぜ。昨日は1線に乗りましたが、今回は本島の外周を半時計回りに回る、5の1線に乗ります。そして、フォンダメンテノーベデゲ線。12線に乗り換えれば、ムラーノ島を経由し、1時間でブラーノ島へ到着です。乗り込むぜフォンダメンテノーベに到着です。12線に乗り換えます。同じ乗り場なのに、少し歩くぜ。移動してるだけなのに、この絶景。ベネチアは素敵の宝箱のようだぜ。恥ずかしいセリフ、禁止。出港しました。1時間もすれば到着です。なお、乗り放題チケットで、ブラーノ島まで行けるので、絶対お得です。
ブラーノ島に到着しました。島の中心部へ向かいます。おお、色鮮やかな家だな。めちゃくちゃカラフルだな。こちらではよく、霧が発生するそうで、霧が出ていても、自分の家がすぐにわかるようにと、色をつけているそうです。なので、隣同士は同じ色とか、似た色は NG だそうです。ここはオレンジと赤とピンクで、若干、色が近いような気が。このブラーノ島、観光地ではありますが、ベネチア本島から時間がかかるため、観光客はそこまで多くありません。落ち着いたところが好きな方や、黄昏たい方、人混みが嫌いな方や、本当に飽きた方には、おすすめです。小さな島ですが、飲食店もたくさんあり、落ち着いて食事ができそうです。本当はどうしても、食事しているすぐ後ろが通路だったり、賑やかすぎて落ち着けないですからね。さて、いよいよ島の中心部が見えてきました。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。